しよう、みんな服が汚れちゃった。着替えもないし、染み抜きするにも範囲が広すぎる。服をどこかで買うしかないかも。じゃあ、あのお店に行きません？お詫びに服を弁償させてください。それを言うならこっちも。看板に何か書いてある、パーソナルカラー診断。裏浜車に今日も大好きを集めたわ、笑顔が花咲く君のその隣で、小さい川田で飛ばすぞ。自分に合う服はどれ？パーソナルカラー診断をやってみた結果。夏服、何かいいのあるかな。それにしても暑いね。私の名前は水戸ゆりか。今日は幼馴染の獅子原聡太と夏服を見に町に来ています。ゆりか、美味しそうなジュース売ってる。ちょうど喉渇いてたし買いたいな。どれにしようかな。ラズベリーがある。ラズベリーってたくさん栄養素が入ってて美肌効果もあるんだよ。ブドウもある。こっちも美容にいいし悩むな。聡太は美容に詳しい女子力高めな男子。こう見えて実は中学時代ヤンキー抗争区域をたった一人で一掃した伝説の元ヤンなんです。決めた、ラズベリーにしよう。じゃあ私ブドウにする。おいしい。暑い日には最高だね。お姉ちゃん、次あっちのお店見に行かない？そうしよっか。あっ、こうして私たちは着替える服を探しにお店に入ることとなったのです。あなたのパーソナルカラーは？よかった、このお店メンズも揃ってる。そうた、パーソナルカラーって何？肌、瞳、髪とかの生まれ持った色に似合うカラーのことだよ。詳しいんですね。ちょっと興味があって。イエベ春、ブルベ夏、イエベ秋、ブルベ冬ってあるんだよね。イエベ、ブルベ、前にソータから聞いたことあったような気もするけど、よくわかんないんだよね。パーソナルカラーの基本の色分類のことで、イエローベースの色が似合う人はイエベ、ブルーベースの色が似合う人はブルベって呼ばれるんだよ。へえ。ここでは店員さんが診断しておすすめの服を見つけてくれるみたいだね。いらっしゃいませ。あなたたちはもしかしていちかさんとふたばさんですか？いつも SNS 見てます。写真以上に可愛い。いえいえ、ありがとうございます。有名人なのかな。調べてみちゃおう。いちかさんとふたばさんって言ってたよね。わー、二人でいろんなファッションしてておしゃれ。二人は姉妹でファッション系インフルエンサーの人たちだったんだ。いろんな服を着るのが好きでアップしてるだけだよ。せっかくだからパーソナルカラー診断やってもらって自分たちに合う服をプレゼントし合うのどうですか？それは素敵ですね。まずは皆様がどの分類に当てはまるか見ていきましょう。ではお客様から。お願いします。瞳の色が薄いライトブラウン系ですね。髪は色が薄めで明るい。肌は黄色みがかっていて血色も良い。これらの特徴からイエベ春と分類できます。ふむふむ。続いてお客様。はい。瞳の色がはっきりしていますね。真っ黒でツヤのある髪、肌は白くて透明感があります。ブルベ冬ですね。あー、わかる。ソータ、なんか楽しそうだね。いやー、なかなかパーソナルカラー診断ってできないからさ。続いていちかさん。はい。肌は黄色みのない赤みがかった色ですね。瞳はソフトな黒で白目と黒目のコントラストも柔らかい感じ。ダークブラウンの髪は細くて柔らかい。ってことはもしかしてブルベ夏とか？当たりです。最後にふたばさん、お願いします。瞳は落ち着いたダークブラウン、髪はツヤが少なめで黒みが強い、肌はやや黄色みが強め。イエベ秋になりますね。おお、みんなバラバラなんだ。ではそれぞれのタイプに合うお洋服をご紹介させていただきます。おすすめのファッション。イエベ春はソフトで華やかな色が似合います。キーワードはフレッシュ、アクティブ、カジュアル。派手に見えるようなビビットカラーやパステルカラーが似合いますよ。一方でカーキ、ダークブラウン、グレーといった重厚感のあるカラーや寒色カラーが苦手です。それらを踏まえてこのようなコーデをおすすめさせていただきます。こんな感じになったよ。シャツはイエベが得意なパステルカラー、パンツは相性の良い濃いめのブルー、アクセサリーは華やかなゴールド系のリングやネックレスが似合います。ストリートを意識して太めのパンツとオーバーサイズで T シャツを合わせるのがトレンドです。
オフホワイト系統のパンツも相性いいですよ。うんうん、ソータ似合ってる。こういうのあんまり選んだことなかったかも。白の T シャツですと韓国トレンドのタックインコーデが中高生のお客様に人気です。イエベを意識するとブルージーンズの相性が良いのですが、黒スキニーも身長が高く見えるので人気ですよ。身長が高く、身長のこと言われてもやっとしてる。黒のスキニーって足長効果がありますよね。私も好きです。お兄さんかっこいい。ありがとうございます。いちかさんとふたばさん意識してないと思うけど、ナイスフォロー。次私やってもらいたいです。見てて楽しくなってきちゃった。イエベ秋のふたばさんは深みや温かみのある色が似合います。キーワードはシック、ゴージャス、ナチュラル。明度やサイドが低めの重厚感があるカラーがおすすめですよ。一方でビビッドカラーが苦手、相性の良いカラーはブラウン系になります。 T シャツを白、パンツをブラウンで合わせてみました。ゴールド系のアクセサリーとの相性もバッチリです。ジャケットを着て凛とした女性らしい印象を演出するのもいいですよ。似合ってる。次お姉ちゃんやってもらいなよ。ブルベ夏のいちかさんは柔らかでシンプルな色が似合います。キーワードはシンプル、ノーブル、フェミニン。強めの色よりソフトな配色を、着崩すよりシンプルなコーデがおすすめです。明度が高くてクリアな印象のパステルカラーが似合います。一方で黄色ベースやビビッドカラーが苦手。コーデはこちら、上品さが演出できるオフホワイトのロングスカートとパープルの T シャツの相性がいいですよ。白ベースのカーディガンにパープルの T シャツ、パンツをカーディガンと同系色で揃えても収まりの良いコーデになります。パステルカラーがすごく合ってる。次はユリカの番だね。ブルベ冬のお客様ははっきりとした色が似合います。キーワードはモノトーン、クール、シャープ。白や黒などのモノトーンはもちろん、強めのカラーをアクセントに入れたコーディネートも似合います。一方でパステルカラー、くすみカラー、暖色系のカラーといった低明度の色は苦手です。おすすめはこちら、濃い色のデニムのスカートと黒カットソーの組み合わせ。ただトップスもボトムスも暗いカラーなので、靴はベージュ系で明るさをプラスするといいですね。俺もユリカの服選んでみたから、よかったら試着してみて。どうかな。シシャラさんセンスありますね。お姉さんめっちゃ似合ってる。太めのパンツと合わせてタックインするコーデ、かっこよさが演出できるかなと思って。今回 T シャツは白だけど黒でもかっこよくできそう。いろいろ見たけど服をどれにするか悩むね。お客様でしたらヤンキー風のかっこいいデザインコーデもおすすめです。刺繍の文字とか派手なのかな。ユリカ別な何かをイメージしてる。購入。みんな似合う服買えてよかった。よかったら一緒に写真撮りませんか。顔は隠すからアップさせてもらえたら嬉しいな。いつも二人で写ってるところにお邪魔するわけにはいきませんので。俺たちはそろそろ行きます。服を汚してしまった時はすみませんでした。でも服選び楽しかったですね。またどこかで会えたらいいね。そうだね。それじゃあ、やっぱり写真撮りたいな。パーソナルカラーに合った服着てるわけだし。ん？私どういう顔したらいいかわかんないよ。普通にしてればいいんだよ。はい、チーズ。なんでこうなるの？だから言ったでしょ。アクシデントがきっかけではあったけれど、自分に合った服を選んでもらえて充実の日となったのでした。今日の動画はどうだった？この動画のオープニング曲を紹介するね。チャンネル登録してほしいな。はい、ふざけないでちゃんと言って。チャンネル登録お願いします。